アッパン、アイカイズキです。今日はですね、私のバースデーイベントをやっていました。はい、アイカイズキ39歳になりました。ありがとう、ありがとうございます。ちょっとね、めでたいのかどうかちょっとわからないですけど、はい、ギリギリ30代ということで、今年1年も頑張っていきたいと思います。ということで、今日はファンの方も、来てくださってイベントをやってたんですけれども、私のね、ファンの方って皆さんどういう方がいるんだろうとかちょっと思いませんか？なので今日はね、出演 OK の方に出ていただいて、ちょっとね、いろいろ質問にもうね、今日は特別で何でも答えていきたいと思います。ということで、私のファンの方はですね、実は100% 男性です。この YouTube チャンネルを見てくださってる、方も、ほぼほぼ男性です。まあね、どうか女性の方にも見てもらいたいなと思うんですけれども、本当ありがたいことに応援していただいて、いつもありがとうございます。ということで、年齢層も結構、私よりはちょっと、私と一緒かちょっと上か、あ、若い方一人いらっしゃいますけれども、っていう感じなんですけれども、早速、行ってみたいと思います。ということで、出演してもいいですよというトップバッターの方。何、譲り合いですか？やばー、いとまできたら。ご指名。はい、ご指名で。はい、ということで、まず一人目のファンの方です。じゃあどうしよう、ニックネームと、私のファン歴と好きなところを言ってください。ニックネーム、伊藤蔵です。はい。コメント欄にもよく書いてください。はい、ファン歴はね、11年かな。結構長い。プロレスを始めてから2011年、スターダム旗揚げ。で、私の好きなところ、なんでファンになったか。まあ、やっぱり試合に惹かれたからでしょうね。どういうところの試合ですか？旗揚げ戦で顔がボコボコにされたやつ。あ、もうそこで心を打たれた。あれでもう、ね、これはもう全力で応援するしかないなと。はい。誓いましたね、特に。私のゆずぽんマスクっていうね、マスクがあるんですけれど、それを何枚持ってますか？34枚。多分、日本で一番私のマスクを持っているファンの方です。はい、なんでそんなに顔、1枚高いですよね。高いね。結構何万とかするでね、伊藤さん の、あのファン歴のこの歴が面白くて、まずは小倉優子さんから始まって、で、その後に、風花さん。そうそう、よく知ってるね。風花さんの、はい、ファンになって、相川優月になって、浜田翔子ちゃん行ってからの岩谷真由。そうそう、今岩谷真由さんを応援してるみたいですね。真由、はい、ちゃん呼んでほしいね。あ、確かにこの YouTube でまだ岩谷真由ちゃんとコラボしてないですよね。してないでしょ。はい、呼んでほしい。じゃあ真由ちゃんと見たいということで、はい、じゃあぜひ今後やっていきたいと思います。何か質問とか、この際特にないですか？たわいもない質問。スニーカーのこと聞いていい？スニーカーのこと、はい、トレーニングルームみたいなんですよ。はい、はい、後ろに飾ってある調子とか、あれは旦那様のなのか、ゆる子なのか、はい、ほとんど旦那さんのです。あ、ほとんど。はい、私は、冗談ワンは昔履いてたんですけど、足に合わなくてすごい小指が痛くなるので、今は全く一足も持ってないくらい。あ、そう。はい、じゃあ今後もまゆちゃんの応援も引き続きよろしくお願いします。ぜひコラボお願いします。はい、ありがとうございました。どうも。はい、はい、サミヤ社長です。社長です。こんばんは、ラッチャー木村です。あ、全然受けませんでした。大阪のサミヤです、よろしくお願いします。お願いします。はい、ファン歴は、やっぱプロレスデビューの頃からなんで、もう長いです。はい、じゃあプロレスをやってから私のことを知ってくれてたんですね。グラビア時代は名前を知ってる程度だったかもしれない。へー、はい、で、私のどういう試合を見てファンになってくれた？やっぱりデビュー戦ですね。あ、やっぱみんなデビュー戦って言ってくれるんですね。ですごい、今日公開プロポーズに見えました。本当ですか？一妻に。ちょっと結婚してください。結婚してください、お願いします。ごめんなさい。すごい。ありがとうございます。こんな豪華なお花をありがとうございます。はい、ということで、いつも YouTube は見てくださってるんですかね。はい、流し見程度ですか、見てます。あ、本当ですか。なんか今後見たいのとか、こういうことをやったらいいんじゃないかなとかっていうのってありますか？前にプロレスの試合を
模擬試合みたいなのやったじゃないですか。あんじゃまたみたいな。あれはよしこちゃんとやったんですよね。ああいうのを、うんうん、あれ見てみたいですね。トレーニングしていただいて。はい。ぜひ。わかりました、はい。はい。あと何か質問とかあれば何でも答えますが。今後やりたい。はい。今後やりたいこと。今、もうこの YouTube でも 6.4 キロ痩せたので、まあ、美容系のお仕事もやっていきたいなと思っております。前のぽっちゃりゆずぽん派ですよね。みんなどうじゃないですか。男はですよね、はい、なんですけれどもちょっとねちょっと 100% 男子なんでちょっと女性の方にも支持されるような人にもなっていきたいかなっていう願望はありますね。相川雄介を太らせる会をちょっと最低結成したいやばい、ありがとうございます、はい、本当いつも応援してくださってて、はい、はい、田宮社長何か企業案件があればよろしくお願いしますあーさんもね、この T シャツも着てきてくれてるの。これ私の昔の作った T シャツで、でもこれを着てて今日みんなによくこんなん着てあの街歩けるねって言われてましたこれで飛行機や新幹線に乗れるのはダメですよね。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。誕生日すごい膝もついてる、かわいいありがとうございます。いやありがとうございます。私は結婚してくださいと言われたんですけど、はい、あ、そうですか、すごい。もうね、新潟からわざわざね毎回来てくださってて、この白い袋何が入ってると思いますか？毎回持ってきてくれるんですけど、新潟からね、新潟といえば重たいと思うのにお米をね1、2、これね毎回重いでしょ。重い、もう体力づくり毎回くれるのお米を本当助かってます。美味しいね、食べてもらいたくてね。はい、魚沼さんの優しい、ありがとうございます。こっちもね、新潟さんのね、新潟名物のこういうお菓子、ね、これ子供用に、うん、新潟土産を毎回手一杯ね、これも持ってきてくれるんですよね。すごい、こんなにたくさん、ありがとうございます。お花もすいません、あのね、いつも恒例のことがありまして、あの、あれは、あ、そうそうそう、忘れてたみんなが多分もらってないであろう野球のボールにいつもこれが15個目、15個目です。はい、ペンありますか？あ、そうだ、私のファン歴をまず教えてください。ファン歴は、実は皆さんデビュー戦って言ってるんですけど、私は実はですね、ゆずぽんの実際の試合は1試合しか見てないんですよ。それも引退試合。え、衝撃なんですけど。スタートの名前、選手知らなかったんですけど、はい、あの、水色のコスチューム、はい、多分マミ選手かなってことを思ってたんですけど、うんうんうん、それが結構面白くて、両国大会のそれも最前列のチケットを買ったと。で、その何日か前にレセプションがあったと思うんですよ、はい、ホテルで。あ、ありました。その時に初めて生ゆずぽんに会って、もう引退ですね。で、実際サインとかをもらって、で、いろいろ話しかけてくると、すごく話しやすいなって思って、引退した後にもこのイベントに来るようになったと。私の試合を見て好きになってくれたかとずっと思ってたので、うん、そんな引退でもね、もうほぼほぼ私のイベント皆勤賞なので、うん、ありがとうございます。いつも応援してくださって、15個目のサインボールできましたよ。ブル中野さん、あのゴルフの、はい、そうですよね、プロを目指してテストも受けたと、うんうんうん、だから企画として、まあ、子供がね、はい、落ち着いたら、まあ、ゴルフのレッスンとか、はい、あー、コースの1ホールずつの対決とか、うんうんうん、その辺をやってくれたらちょっと楽しいかなと思ったので、はい、ぜひちょっと考えてみてほしいかなと思います。はい、わかりました、ありがとうございました、うん、ね、来年も再来年もまあ、イベント開いてほしいし、はい、まあ、できれば おばあちゃんになってもね、そしたらおじいちゃんになってますよ。おじいちゃんもいなくなってるかもわかんないけど
確かに嬉しいですね、そう言っていただけてありがとうございます。イベントをやってほしいなって思いますので、はい、うん、ごめん、楽しみ、ね、はい、ありがとうございます。以上です。はい、やっこさんでした。兄さん、兄さん、はい、私のファン歴は11年プロレスデビューからです。どこを見て、ゆずぽん応援しようと思ってくださったの？デビュー戦を見て、新規場でデビュー戦を見てからです。あ、なんかね、兄さんは一回私の YouTube で横浜武道館大会の、解説をさせていただいたときに Vlog をね、撮ってたんですけど、その時にたまたま道で会って出演ちょっとだけしたことがあるぐらい今もね、スターダムにも行かれていてですよね、はい、誰を応援、何ちゃんを応援されてるんですか？スターライトキット。あ、スターライトキット、はい、私の YouTube にも出てくれましたよね、はい、どうでした、あの対談は？楽しかったです。楽しかったですか、はい、いつもコメントもありがとうございます、はい。じゃあ今後見たいものを持って、あ、今回風花 GM とコラボをします。あー、はい、風花さんね、はい、確かにまたこういう公開収録みたいな感じで風花さんとできたら楽しいかなとも思いますし、はいはい、ぜひやってみたいなと。風花さんも好きだと思うんですね。はい、じゃあ私の好きな技はタイガースープです。でもいつもこれやってて、なんかね、いつも写真のポーズがいろいろあるんですけど、じゃあエズポン、シャイニングって言われるんですよ。なんでいつもこうやって、これがシャイニングウィザードっていうね、武藤さんから伝授していただいたシャイニングウィザードの私バージョンがあるんですけど、それを出す前にいつもこうやってやってたんですよ。そのポーズを必ず写真撮影でしてくださいっていうのはなんでですか？好きだからです。あとサインを書くときに、初代ワンダーオブスターダム王者って必ず書いてくださいって言ってくれるんですけど、なんでですか？初代だから記念に、記念に、はい、いつもロト6、はいはい、何？ロト3、これ、はい、これこの前いつもね、私にねロト3をくれるんですよ。誕生日と息子の誕生日の分を買ってくれるんですけど、当たったことはあるんですか？全3月9日に当たった。あ、3月9日に当たってる、見える？7万円ついたらしいです。516で、今回も私にくれた、はい、もし7万円当たったら、はい、ありがとうございます。え、何か質問は？今度スターダム20周年もしやったら、はい、プロレスやる予定ありますか？え、待って、今何年だっけ？10年でしょ。え、10歳上ってことですか？49歳、はい、え、見たい人いるのかな？いる、本当ですか？いるなら、はい、考えたいというか、はい、何もできないかもしれないですけど、そうですね、もし、はい、ご要望があればっていう感じですね、はい。私の魅力は何なんですか？喋りやすさ。はい、喋りやすさ。喋りやすいですか？はい。最初から確かにたくさん喋ってくれるかなっていう感じだと思う。はい、ということで、いいさんでした。はい、ありがとうございます。生でも見かけしたのはオーパーツっていう。オーパーツ、プロレスの試合をやるとしたら、はい、ギャラをいくらもらったらやりますか？今鹿島咲さんはほぼほぼにした試合も。グラビアファンとしてはプロレスに行った時どう思いますか？